皆さんこんこにちは車田和久です今日は原作を尊重すべきなのかっていうテーマで暮らししについいいいてて話していきたいと思います実は最近この原作を尊重すべきかっていうことがその背景には漫画をドラマ化するにあたって制作者側が原作者の意思を尊重しなかったそしてその結果原作者が自殺に追い込まれてしまったっていう出来事があります。 まあその件の経緯についてはここでは話をしませんが検索すればすぐに出てきますからぜひ皆さんの方で一度その経緯の方をご確認ください。でここでテーマとなったのは主に原作そのものにはもちろん著作権っていうのがあるんですがこれを映画やドラマ化する場合原作はどのぐらい尊重されるべきなのかっていうのが大きな話題になっています。例えばドイツのの作家ミエエルエンデの とーーいう小説は映画化されたことがありますしかしその映画の内容が原作に忠実でなかったことから後に作家が映画を訴えるって言って裁判になったことがありましたこれは原作者の意思もしくは希望が守られなかった一つの例ですで実は原作者の意思というものはどのぐらい守られるべきなのか尊重されるべきなのかこれはクラシック音楽においても 結構多くあるテーマですもちろん音楽における原作者というのは作曲家なのでこれからは作曲家というふうに言いたいと思います音楽において作曲家の作品そして作曲家の意思というものはどのぐらい尊重されるべきものなんでしょうか今日は作曲家にまつわるエピソードなんかを紹介しながら原作を尊重すべきかということについて話をしていきたいと思います クラッシック音楽の場合も作曲家の作品というものは現在著作権によって守られています例えばブリテンやショスタコービッチストラビンスキーなど20世紀に活躍した作曲家の作品を演奏する場合はまだお金がかかりますまたそれらの作曲家の録音された演奏を BGM などで使用する場合も使用料がかかりますさららにそれらの作品を 誰かが編曲したりまたは歌詞を変えたりする場合は事前に著作者の許諾が必要になります。演奏する場合、BGM として使用する場合、または編曲する場合、大体お金がかかるんです。このようにして作曲者または原作者の権利っていうのは法律で守られています。しかし多くの人が興味があるのはこういった著作権絡みの話ではなくて。 演奏するときに作曲家の意思をどのぐらい尊重するべきなのかこういうところだと思いますクラシックの曲を演奏したことがある人だったら作曲家の意思は絶対だとか楽譜は絶対だなんて言ったことを一度は聞いたことがあるかもしれませんそういった言葉をよく耳にする原因としてはクラシック音楽というものが再現芸術というちょっと特殊な芸術に分類されるからです 作作曲家は自分が作った音楽を楽を譜という形で残し,まし,たしかし楽譜としてだけではそれは作品としては不完全なものですその楽譜を現実に音として再現することでそれは作品として成り立ちますこれは絵画や彫刻など既に完成している芸術作品とは大きく異なるポイントですモーツァルトもベートーベンも楽譜という形でその作品を残しました しかしそれらの作品は演奏家によって演奏されることで初めて作品としての形を成すんですそのため演奏家のことは再現芸術家なんていう,ふうに言ったりします。一般的な芸術家の中でも演奏家っていうのはだから割と作曲家っていうのはゼロから新しいものを創造すす。る芸術家です演奏家はその作品を再現するもしくは再創造するのが務めです ですから演奏家にはその作品をできるだけ尊重する姿勢が求められてきました。もちろん中にはその演奏家の腕前や歌声を聞きたくてコンサートにやってくる聴衆もたくさんいると思います。でも多くの人はやっぱりモーツァルトとかベートーベンが残した作品を聞きにやってきます。だから演奏家にはその作品が本来持っている良さを聴衆に伝えるんだという姿勢が求められるんです。 ししししかし現実はは必ずしもそうででありませんでした。多くの人が作曲家の意思を尊重しようとする一方で音を好き勝手に伸ばしたり自分で音を変えてしまったりなんていうことがすでに200年以上前から行われてきましたそういったものはある程度習慣になっていた部分もあってそれを許容していた作曲家もいれば当然それを快く思っていない作曲家もいたんです例えばシューベルトがその一人ですシューベルトの時代は、 歌手が楽譜通りに歌うっていうことの方がまだ珍しい時代でした。勝手に音を伸ばしたり、勝手に装飾音をつけたり、なんていうことが習慣的に行われていたんです。シューベルトの友人にはミハエル・フォーグルっていうパリトン歌手がいました。彼はシューベルトの歌曲を公の場でたくさん歌って、歌曲を世に知らしめる役割を果たしていました。しかしフォーグルもそういった時代の習慣から楽譜をしばしば自分の都合で変えてしまうことがあったんです。 そしてフォーグルの演奏を聞いたシューベルトは「そんな曲いい曲だね一体なんて曲なんだい?」っていうふうに質問したというエピソードが残されてますこのエピソードは長い間シューベルトが作曲をするときにはトランス状態にあって作曲が終わったら自分が作ったことすら忘れてしまうんだっていうある意味天才的なエピソードとしてて理解されてましした。しかしそういった当時の演奏習慣なんていうものが明らかになった現在においては これがシューベルトがフォーグルに言った嫌味だったのではないかっていう解釈が強くなってます自分の曲を勝手に変えてしまったフォーグルへの皮肉だったっていうわけですさてここで一つの点に触れておきましょう作曲家は曲を作りますしかしその曲というのは自分が作った後で他の人によって演奏されるものです 作曲家が望む形で演奏されることは望ましいですが作曲家がいくらそう思ったからといって作曲家が思い通りりにでできるわけではありません。誰だって自分の手が離れた後で他人をコントロールすることには限界があるからです。なので出来上がった作品がどのように演奏されるかについて作曲家がどこまで口を出すべきなのかこれは結局のところ作曲家が自分の作品をどのように考えているかっていう考え方次第になります。 もう作ったからあとは演奏者に委ねますっていう人もいれば作った俺の言う通りにやってくれっていうふうに言う人もいます。それは本当に性格次第です。さてマーラーといえば非常に厳ししい指揮者とてて知られています。彼はオーケストラ団員と対立することもいとわず楽譜上に示された作曲家の意思を音として再現するために厳しいリハーサルを繰り返しました。 だからしばしばマーラーの姿っていうのは式台の上では独裁者のように映りましたそのような態度っていうのは当時の指揮者としては異例のことだったので式台の上で身振り手振りを大きくして指揮をするマーラーの姿っていうのがカリカリチュアとしていくつも描かれてます。しかしそんなマーラーにはある意味そういった姿勢と矛盾する癖がありましたというのも彼はしばしば作曲家が残した楽譜を自分が思うように 改変してるんですマーラー自身が優れた作曲家であることに疑いはありませんなのでそのような目線から過去の作品を見るとここはこういうふうに直した方がいいんじゃないかっていうふうに思っても決して不思議はないですでマーラーは実際にそう思った時に楽譜に手を加えてしまったんですそのようにして例えばモーツァルトの作品なんかの音が変えられて実際に演奏されましたそしてこういった作曲家の行動に対して モーツァルトの作品に手を加えるなんてけしからんって言って批判する人たちもたくさんいますさてこのようなマーラの姿勢というのは原作者を尊重していると言えるんでしょうかそれとも原作者を尊重していないから怒ってしまったことなんでしょうかさて吹奏楽コンクールなどでしばしば批判の対象になるのが原曲の大幅なカットです吹奏楽コンクールでは たくさんのクラシック音楽が吹奏楽用に編曲されていますそれだけではなくてそこからさらにその曲が大幅にカットされちゃうんですその原因はもちろんコンクールにおける時間制限にあります実はこのようにして行われるカットっていうのはしばしば作曲家を悩ませる悪しき習慣の一つでした劇場では昔から演出上の都合などで至るところでカットされてきたんです それに腹を立てた作曲家の一人がヴェルディですヴェルディは19世紀の中頃にはすでに偉大な作曲家として知られていましたなのでその頃になると自分のの要求いいううものを通せるようになっていくんですそんなヴェルディは自分の作品が劇場で上演される際にいかなるカットもいかなる胃腸も禁止するっていう条件を契約書に盛り込みましたそしてその契約に違反したことが明らかになった場合は 金というものが取られることになったんですしかし規模の小さい歌劇場なんかでは歌手の技量や舞台装置なんかでどうしても楽譜通りに演奏できないなんていう箇所が出てきましたベルディはそのような時はあくままででで忠告するだけににめて実際に金までは取らなかったみたみいですベルディは明らかに自分の作品が自分の意図するように演奏されることを望んでいた作曲家だっていうふうに言うことができると思います。 さて20世紀を代表する指揮者のトスカニーニは楽譜に忠実な指揮者としてて知られています特に楽譜に支持されたテンポをしっかりと守りこれは同時代のフルトヴェングラーやメンゲルベルクなんった指揮者と比べると特に際立っています。例えばプッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」においては第4幕でコッリーネがアリアを歌います。 そしてこのアリアは現在において楽譜に指定されたテンポよりも相当遅く演奏されることが習慣になっていますしかしトスカニーニが残した録音は楽譜のテンポにかなり忠実ですこういった特徴がトスカニーニの録音からたくさん見つかりますなのでそういったところから彼は楽譜に忠実な指揮者だっていうイメージが割と定着してるんですしかしその一方でトスカニーニはマーラーと同じように 楽譜というものをしばししししばば改変して録音しましたテンポを変えるとかではなくて楽譜になかった打楽器とかトランペットなんていうのを追加してしまうんです。これは原作者作曲家の意図を無視した判断なんでしょうか実際にトスカリーニが演奏する自分の作品を聴いたプッチーニはそれにものすごく大きな感銘を受けたというふうに言われています。プッチーニは彼のように 私の祖父から意図を汲み取る指揮者はいない当時彼は29歳だったが彼の解釈は単なる偉大な再現といったレベルではないそれはまさに再創造だった私は心を奪われたままただそこに腰掛けていたんだというふうに語ってますさていくつかの例を見てきましたが僕たちは 楽譜の通りに演奏するっていうことを作曲家の意図に忠実に演奏するっていうふうに思っていることが多いですしかしマーラやトスカニーニの例を見ていると楽譜の通りに演奏するっていうことがいつも作曲家の意図を表しているっていうふうには言えないかもしれませんそのヒントはプッチーニが使った再創造っていう言葉にありますトスカニーニは作曲家の意図を十分に汲み取った上で 自分のオーケストラででっててそれを再創造してみせたんです。実は指揮者のフルトヴェングラーの晩年ヨーロッパでは小楽器演奏による運動が盛んになってきました。これは作曲家が生きていた時代の演奏っていうものをできるだけ再現しようっていう視点に立った動きです。楽器も演奏法もその作曲家が生きていた時代のものが使われるようになりました。しかしかこのような動きをフルト・ベングラーは 歴史交渉的な演奏には意味がないっていうふうにして嫌っていました実はその根底にはそのの通りりにに再再現現すすするるここととがが作曲家の意思を再現することにはならならいという考えがありますフルトヴェングラーにとって大事だったのは楽器の響きや演奏法を再現することではなくて作曲家が残した精神を再現することだったんです。 そこに精神があればグランドピアノで演奏してもバッハはバッハですでもそこに精神がなければいくら当時のチェンバロを使ってもそれはバッハと言えるんだろうか僕はフルトウェングラーの言葉をこのように解釈していますなので尊重と一言で言っても何をもって尊重とするのかここが大事な部分になりますそしてこれは演奏家にとって大きなテーマですその時その尊重というものが 楽譜のの再現にあるのか、それとも精神の再現にあるのかここはよく考えるべきだというふうに思っていますただ現実的にクラシック音楽で尊重といった場合にこれよりももっと大きな問題になっていることがありますそれがオペラの演出です非常に残念なんですが演出家によって原作とはかけ離れた舞台になってしまうということが後を絶ちません これは僕の感覚なんですが、そのような舞台を本当に望んでいる聴衆ってのは非常に少ないっていうふうに見ています。しかし演出家は他の人と違うことを示さなければ次の仕事にはつながらないという環境で仕事をしています。そのため作品の本来の良さよりも自分の良さを出すことを重視して舞台を作ってしまうなんていうことは決して少なくないんです。その結果混乱した聴衆がどん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 オペラから離れています。 これに関してはオペラは死んでしまったのかっていう別な動画でも話をしているので興味がある人はそちらもご覧くださいさてそれでは最後にじゃあ作曲家が自分が作った作品を守りたいと思ったらどうすればいいのか見ていきましょう僕はもし自分がそう思うんだったらこれはヴェルディのように契約書を作るしかないだろうっていうふうに思ってます曲を書いいた時点でそのの作品というものは 自分の手元からは離れてしまいますそこから先を自分でコントロールするのは実質不可能ですそれでも自分の思う通りにコントロールしたいんだって思うのであれば作品が他の人の手に渡る段階できちんと契約をするしかありません揉める原因のほとんどはそういった契約書が作られていないことがほとんどです日本においては労働契約書すらないところもたくさんあります だから演奏に関する契約書を作ろうなんて言ってもなかなか理解されないかもしれませんちなみにドイツの歌劇場で働く人には実は共通する契約書というものがありますそしてその契約書というのはなんと百一ページにわたるんですその中では公演の後十一時間はリハーサルを組んではいけないとか 講演の前は最低4時間は休みを確保しなければいけない、なんて言った内容が細かく決められています。だからやるならここまで詰めていかないと、自分が思う通りにコントロールするのは実際難しいんじゃないかなというふうに思ってます。全てが自分の思い通りになるとは限りませんが、やり始める前に一応お互いにある程度妥協した上で、ちゃんと合意に至ることが大事です。 というわけで今日はクラシック音楽における原作の尊重をエピソードを交えながら見てきました。皆さんにとっての作品の尊重っていうのはどういうものでしょうかこの話がそういったことを考えるきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしてきますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース それじゃあ撮影終わりましたんで今日もコーヒーいただきます今日はねいつものマグカップとは違ってちょっと優雅なカップで飲んでみたいと思いますはあうまい、はあ、これね本当に見た目美しくて気に入ってるんですけどこの取っ手がね意外と不安定 <laughs> だからねついついマグカップ使っちゃうんですけどね本当に美味しいです美味しいですじゃなくてねあのまあねすなカップで気に入ってますでねこの下皿もねこれなんか噂によるとこのカップと同じ容量が入るなんていうふうになってますけどまあ試したことはありません、うん、ああまい でなんで今日これにしたかっていうとね最近うちにこの兄弟がやってきたので、まあ、それと一緒にこう合わせたんですけどこのここにこうちゃんとバラの花があってね、まあ、中に入ってるのはいつも最近よく食べてるこうやってチョコレートが <laughs> 入ってるんですけどこれがいつもソファーの前のテーブルの上にあります。こうやってね あのコーヒーを飲むとちょっといつもよりも優雅な感じがしてちょっとリラックスできるまあそんな感じなんでねたまにこうやってゆっくりコーヒー飲んでます、うんうん、チョコレートもうまい。 あの、何を落としたんだっけね,ねこの花瓶も実はお揃いでねまあの花が小さいですけどこんな感じでねまあ楽しい時間を過ごしてますというわけでまた次の話でお会いしましょうバイバイ